出雲駅伝区間予想。さあさあやってきました、このシリーズですけれども、はい、あのですね、今まで何校かやってきました、はい、そしてあの区間エントリーが出てる順に発表されてる大学ありますけれども、うん、はい、ここはまだね発表されてませんね。ですね、ちょっと気合を入れて予想しましょう、はい、どこでしょうか。今日は法政大学です。よいしょ。昨年が何位でしたっけ。7位ですか。ねえ、よかったですもんね。よかったですよ。そうですね、この方が強いの、うん、強い。去年よりどうですか、力的には上がったのか、落ちたのか。やっぱ有力な4年生は抜けましたよね、うん、なるほどなるほど。だけどまあ新しい新戦力はまた出てきてますよね、うんうんうん、なるほど、はい、それも踏まえてですねちょっと見ていきたいなと思っております、はい、うん、それではよし、はい、6人一気に教えてください。はい、僕はこちらです。ドン。1区武田選手、はい、2区大島選手、うん、3区に小泉選手、はい、4区清水選手、はい、5区宗像選手、はあはあ、6区に松永選手、はあはあ、はい、こうなりました。来ましたね。なるほど、はい、うん、まず1区武田選手、うん、はい、まあ、1区はねもう出雲は絶対に遅れたくないんで、うん、はい、もう今年学生ハーフで6位にもなった武田君、はい、押したいと思います、うんうんうん、もう下りのスペシャリストですね、はいはいはい、まあ、今季ね5000も PB 出してますし、うん、まあ、平地でもね十分に戦える力あると思うので、うん、1区でいきたいと思います。なるほど、はい、で2区は大島選手、うん、はい、2年生ですね、うん、去年ね13分50っていうね素晴らしいタイムを持って法政大学に入ってきたんですけど、はい、まあ、1年目の駅伝はねエントリーもできないようなね状態だったんですよ、うん、はいはい、はい、で今季はね記録会にも出場してますし、まあ、先日ね絆記録会でも13分50出してますので、はいはい、スピードのあるランナーだと思うんで2区でスピード勝負してほしいなと思います。楽しみ。で3区に小泉選手、うん、はい、まあ、1年生でね全日本で3区とあと箱根でも3区を走った、うん、もう実力者ですよ、うん、はい、もう次期エースと言っても過言ではないランナーですね。確かに、まあ、去年の出雲はね5区で区間3位というね素晴らしい走りをしました、うん、で今年はねこのエースの集う3区でいい走りができるんじゃないかなと思います、うん、で4区が清水選手、うん、はい、この方もね去年非常にいい持ちタイムを持って法政大学に入学してきたんですけど、うん、まあ、1年生の時はちょっと駅伝に絡むことはできなかったんですよね、うん、でこっからはねちょっとチームのこう中心的な選手になっていかないといけない選手だと思います、うん、はい、先日のね絆記録会でもいい走りしましたんで、うん、まあ、4区に抜擢したいなと思います。で5区に宗像選手ですね、うん、はい、まあ、今年の、ね、箱根駅伝では8区で区間賞を取ったランナーですね、はい、あの2年生の時は、ね、全日本でも6区6位という走りをしているので、うんうん、まあ、ロードは、ね、本当に安心感のある選手なので、うん、入れたいですね。なるほど、はい、で6区に松永選手ですね、はい、もうエースですよね今のね、もともとスピードのある選手と僕は思ってたんですけど、うん、今年の学生ハーフで3位になりましたね、素晴らしかった、うん、であと1万のね持ちタイムも法政ではね一番早いんで、うん、まあ、一番この最長区間置きたいなと思います。なるほど、はい、うん、なんかこうやって見ると、うん、結構揃ってるんじゃないかという感じはしますけど、ね、そうですね、6人はしっかり揃うんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、分かりました、はい、いやー道ちゃんもねこうやって見ながらうなずきながらうんって感じで見てましたけど、道ちゃんの方見てみましょうかね、はい、お願いします。はい、僕はこうしました。ドン。1区松永選手、2区大島選手、うん、3区武田選手、4区野田選手、うん、で5区小泉選手、うん、で6区宗像選手という布陣にしましたね、うん、なるほど、はい、清水君と野田君の違いかな、まあそうですね、うん、あとは一緒かな、うん、はい、僕は1区に松永選手にしました。もう法政のエースっていうかエース結構1区来ますよね法政って、うん、なんかそんな感じなんですよね、うん、だからもういやこれは絶対遅れられないと、うん、で結果も残しますよね、うんうんうん、結構だから松永君で僕いいと思います。はい、まあ、要はエースで遅れなくてこいっていう、うん、で2区は大島選手、はい、一緒ですね、やっぱドラ1でね法政に入ったからには、うん、もう出てきてもらわなきゃ困るんですよね、はい、で優勝する法政もね優勝するためにはこの大島くんの力絶対いるんで、うんうん、もうこの大島くん高校生のあの強さをね、うん、そのまま発揮してほしいなと思います、うん、なるほど、楽しみです、はい、うん、で3区に武田選手にしました、はい、はい、まあこの方も調子はいいんですよね、うん、いいですね。で箱根ではあの6区をね下ったりしますけど、うん、まあ普通の平地でも強いんですよ、うん、ですからもう上級生になりますし、うん、3区あたりでねなんていうんですかスタミナを、うん、もう本領発揮してほしいなと思いますね、スタミナを本領って、はい、スタミナを発揮してほしいってことです、ね、なるほどね、はい、うん、っていうことです、はい、粘り強いね走りをね、そうですね、うんうん、で4区は野田選手、おールーキーです、おールーキーはね星野選手とかいるんですけど、うん、あそうか、僕は野田くんじゃないかと思ったりします、うん、やっぱり最近やっぱレースに出てるのは野田くんなんですよね、うん、だから1年生1人やっぱ走らせるんじゃないかと思って、うんうん、そしたら野田くんかなと、うん、星野くんじゃなくてね、うんうんうん、という感じで野田くんをもう4区に
据え置きました、はい、で5区は小泉選手、はい、昨年ここで区間3位とね好走してます、うん、やっぱ経験を勝ってまた5区にしたんですけど、うん、まあもともと強いですから、うん、まあ箱根でもよく走るし他の駅伝でも強いですから、うん、もうあの5区でもう変な意味シードはないんですよね、いつもは、うん、だけども、うん、なんていうんですか上位でもうここで決めてほしいなと思います。なるほど。で6区は村上選手、うん、あの箱根でね区間賞取ってから、うん、ねどうなのかって感じはしますけども、うん、あのあんまり走れてないみたいなんで、うんうん、だけどやっぱりこの人駅伝男だと思うんですよね僕は、うん、駅伝になると強いランナーっているじゃないですか、うん、そのランナーの部類に入ると思うんですよ、うん、宗像君は、うん、ですからアンカー、まあ、一番大事なところ法政で言えばあの1区と6区が大事ですから、うん、まあここは宗像君でいいんじゃないかと思います、うん、要するにまあ同ちゃんからしたら、松坂君と宗像君のダブルエースと、そうですね、うん、これを最初と最後にやっぱり添えていこう、うん、ということですね。わかります、うんうん、はい、どうですかお互いにやってみてこのまあ2人の違いでしたけど、はいはい、うん、まずこう1年生使うか使わないかというのがポイントなのかな、はい、まあ、そうですね、うん、エントリーがまだ出てないからですね、そうですね、わかりません、ね、ここは、うん、まあでも将来を考えると、うん、まあ、こういい経験の場合になりますからね、じゃあ注目ではありますね、うん、エントリーが出てないからねちょっと我々もね、はい、予想しにくいとかありますけど、うん、エントリー予想ですね、出てますけど、はい、結構熱いメンバー揃ってるじゃないですか、そうですね、しかしですよ一人ずつ違ったといえ、はい、まだまだこう悩んだ選手いません？います。毎回聞いてます。います。第7の選手、うん、7番目に考えた選手を教えてもらいたいです。はい。よし、お願いします。はい、僕はですね、稲毛選手です。うん、4年生ですね。はい、あの去年、出雲でアンカーを走ってるんですよ、うんうん。で、長い距離をね、得意としてるランナーです。で、今年もね、6区に来ても全然おかしくないんですけど、うん、僕はね、ちょっと松永くん6区で見たいなと思ったんで、ちょっとね、漏れてしまいましたね。なるほど。はい。なんで、まあ、全日本からね、絶対走ってくると思います。うん、はいはい。うん、いやでも6区を走った選手って、まあ、言ったら主力中のエースクラスじゃないですか。そうですね、外れるってことはねそれだけまたメンバー的にも層が厚くなってるということもありえるんですかね、うん、今季ね他の選手の方がちょっと調子いいんじゃないかなっていう感じはしてます、うんうん、なるほど、うん、道ちゃんの7番目の選手お願いします。はい、僕は稲毛選手です、うん、ああ一緒だ、そうなるよね、ちょっと一緒っていうかもうね、うん、この7人はねこうなってしまうんじゃないかなと思います、うん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 、なるほどね、はい、まあ、清水くんとかもいたんですけどね、僕の場合は、うん、はい、まあ稲毛くんにしました、はい、やっぱりあの春先のあの関東インカレ、うん、2年連続好成績ですよ、うん、だからもう本当ハーフではね結構安定感ある選手なんで、うん、やっぱ僕もね、ヨシーと一緒、あの、アンカーを宗像くんに僕をちょっと予想したんですけど、うんうん、宗像くんがもし何かあった時のための稲毛くんって感じですね。うん、なるほどね、はい。エースの区間でね、うん、何かあった時のための稲毛くん。なるほど。はい。わかりました。はい。いや、でもね、去年7位といういい成績の、うん、とこのメンバーも入れないほどのチーム力になってるってことを考えたら、うん、僕はちょっと素人目で、強いんじゃないかなとか思ったりしますけど、うん、お二人は今年のこの法政どうですか、戦略見たらどうですかね、やっぱでも10位以内には入りますよね、まあまあ ね、そうだと思いますけど、うん、あのまあ、ロード強いんでね法政は、うんうんうん、結構ずっとね前の方でしっかり走ってるイメージはあるんで、確かに確かに去年もそうなんですけどね、そうそうそう、やっぱ走ってみなきゃ分かんないよね、うん、法政は、なるほどね、まあ、走る前からねなんかこう強い弱いとか言う前に走って、うん、手なんか強いなって感じがするんですよね、うんうん、安定感がやっぱありますよね、なんかね爆発する選手もいるし、うんうん、なるほどね、はい、まあ、下馬評関係なくしっかりと走るという、うん、そうなんですね、だそこは注目ですね、なるほどね、うん、ちなみにですよ、はい、まあ、エースはさっき言ったように宗像くん、そして松永くんですか、うん、僕は小泉くんも、あ、小泉くんも、うん、そういう意味ではその3人が強いなと言われてるんですけど、うん、もう伏兵って言いますかダークホースというか、もうこの選手見てくれっていう選手いません？一人ずつ挙げるとしたらこの選んだ中でいいですよ、あの方でしょ、あの方です、言ってください、お願いします、いいですか、はい、大島選手ですね、はい、一緒ですか、はい、どういうところ、やっぱりこの高校生でね、うん、強くて、うん、法政に入ってきて、うん、法政でおもうルーキーから頑張るんじゃないかって言ったところで1年間ちょっと走れなかったんですよ、うん、はいはいはい、それで三大駅伝をデビューするならここになると僕は思うんですよね、うん、なるほどね、あの全日本の選考会も出てたしね、うんうんうん、だからここでやっぱり大島くんの力っていうのは本気で見れるんじゃない、本気の大会でね、うん、はい、見れるんじゃないかと思って、駅伝が、うん、なるほど、もう本当注目してますよ、そうですね、やっぱ高校駅伝見てたらね、そうですね、うん、やっぱ法政は結構来た選手を育てるイメージあるんですけど、うん、大島くんやっぱ最初から強かった、あー、そうなるほど、はい、もう今まで法政大学に来た選手の中でも本当トップクラスの選手ですね、うん、そうですね、タイムも良かったですし、そうですね、どうちゃんが2区に予想してますよね、はい、そうです、僕ヨッシーも2区、ヨッシーも2区でしょ、はい、ってことはやっぱりこう短い距離に強いこのスピードスタートって言うんですか、はい、そうです、まあね、まあ、あの絆がやっぱ5戦でしたから、ね、よかったですね、うん、5戦、うん、なるほど、うん、だからは選びました僕は、うん、なるほどね、はい、そういう意味ではね、その大島君もそうですけども、うん、注目するランナー多いです、はい、い
や注目していきましょう。すみません、はい、本日は法政大学でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。